腹立つ。あの赤毛のチビ坊くん、自分がハートの女王にでもなったつもりかよ。寮長に逆らって追い出されるなんて、どんどん優等生から遠ざかってる。首輪が苦しくて重たいんだぞ。その首輪の重ね付け生かしとるにゃ。うわっ、あ、生首を負け。おっと、体を出すの忘れとったわ。なんだ、ちゃんと体もあるんじゃないか。君は？うん、俺はアルチェミアルチェミエビチピンカ。猫のような人のような魔力を持った摩訶不思議なやつ。アルチェミア、なんだってみんなチェーニアって呼ぶかね。少なくともその辺の奴らとはレベルが違うぜ。そうかい？ここいらじゃこれくらい普通だけどね。俺は暴君に理不尽な目に遭わされて機嫌が悪いんだよ。どっか行け。リドルが暴君。まあそう言えなくもないかもしれないけどね。ちっこい頃からあいつは真面目なやつだもんで。何か知ってるのか？知っとるといえば知っとるし、知らないといえば知らにゃ。どっちなんだぞ。何？君らリドルについて知りたいの？ああ知りたいね。どうやって育てりゃあんな横暴に育つのか。それじゃああのメガネに聞いてみにゃ。メガネってクローバー先輩のことか。あいつはリドルがちっちゃい頃からよう知っとるよ。リドルについて知りたいなら俺ならまずあのメガネに聞くにゃ。幼馴染ってことか。そんな感じはしなかったが。おみゃがそう思うならそうなんじゃにゃーの。なら俺に聞く必要はないにゃ。おいじゃ。あ、おい。ふんふんふん、ふんなんか変なやつだったんだね。あ、口調が映った。ずっと首輪をはめられたままじゃまともに授業も受けられない。クローバー先輩に話を聞きに行ってみよう。それに謝って外してもらうなんてダセーから絶対嫌だ。